自分が嫌いな人っているじゃないですか、はいはいはい、自分が嫌いでなんかこう自殺願望とかあるんですよ、はいはいはい、あんな本当に自分が嫌いだったら、うん、昨日死んでるはずなんですよ、はいはい、いやそれでね、はい、人間ってほら自分しか好きにならない生物だというふうにありとあらゆる宗教が言ってて、はい、で宗教とか哲学とか基本的には自分しか好きにならない人間がいかに他者を好きになれるのかとか他者を理解しようかと言ってんのに隣人を愛せよ言ってんのに隣人を愛せよと言ってんのになんかこう自分のことが嫌いですっていうのがね、うんうん、もうねほらいろいろ相談人生相談とかのやつ受けてるでしょ、はいはいね、あとあるやったらね、はい、3通に1通それなの自分が嫌いだ何言ってるのか分かんなくて、はいはいはいうん、そりゃ岡田さんはそうでしょ何おっしゃいますか何おっしゃいますか何おっしゃいますかですよ、それ岡田さん的な回答っていうのは あるんですか僕的な回答では、はい、いや、はい、僕回答というより、はい、君は自分が嫌いなはずがないから、うん、自分を嫌いだと思うことによってどんな利得損得計算が心の中で働いているのかその人間は根本的にそんなことができない生き物だからロジックで考えてるからこそね人間はやむんですよ、ね、キリスト教が布教していない、はい、あの言語地域に精神分裂病はないと言われたですね、はいはい、20世紀の発明品ですよ精神分裂病なんてちょっと待ってください、はい整理させてもらっていいですか自分のことを嫌いだと思い込むと損をするんだからやめた方がいいっていうことじゃないですか自分のことを損だと思い込むことによってその人は自分のことは嫌いだと思うことによってその人は何か得してるんですよところがそれは主観的な得であって傍から見たらお前損だ損だ損だって言われても本人の損得感情がずれてるから分かんないとその損得感情をこうフラットにしてあげるとあ自分のことが嫌いなんてまたなんか中二病なこと言っちゃっててへっていう風になるのではないかと人はみんな自分のことを嫌いだって思ってる人間は得をしている、うん、得をしてると思うそれはどういう意味で得をしてるんですか多分その自分のことを嫌いだと思い込むことで、うん、私、うん、自分ってあるじゃないですか、はい、でここにこうスーパー自分がいるわけですよ、はいはいはい、でこの自分のことを嫌いだ私は自分のことを嫌いだと思えるような人なんですよ、うん、スーパー私はなるほどねのがまず、ね、まあ一つ目、はいはいはい、二つ目はね、はいはい、その自分のことが嫌いだというモードだったら、うん、どんな成果が出ても、うん、なんだろうな結果に自己嫌悪を持たなくて済むつまり自分のことが嫌いという抽象的な嫌いをすることによって具体的なへこみを最低限回避できるっていうね確かにわーそんなやつは嫌とかなるほど岡田さんは自分のこと好きなんですよ、ね、好きも嫌いもないですよそんな好きも嫌いもない自分自身好きも嫌いもないですよ他の人は自分に都合がいい人は好きだし自分に都合が悪い人は嫌いですよ嫌いっていうのと、うん、自分のこういうとこがちょっと嫌だなみたいなのってあります鏡見たら太ってきて嫌だなってなりますけどもそれ以外に自分のこと好きか嫌いかなんて頭おかしいですよそんなある程度対象化して見てるっていうことですよね、うん、それは自分のことが嫌いか好きかっていうのもだからスーパー自分からの視点でっていうことですね、うん、レイさんは自分のこと嫌いですもんねいや俺大好きだよあれ嫌い嫌いって言ってたじゃん大嫌いの部分もあるんだ大嫌いだったり大好きだったりややこしいよねそれは、うん、あれですよ自問自答芸なんで自問自答芸だ俺は好きなのか自分をみたいなそれが漫画になってるみたいなっていうようなややこしさがあるんですけど、うんうんうん、でも基本的に好きじゃなかったらこんな出てないし喋ってないし漫画なんか描かないですよね山田作品のなんか主人公ってその問題でよく引っかかってますよねそうです、ね、自分のこと好き嫌いでああだからその自意識の問題が主なるテーマになっているんでしょうね、うん、であれなのメンタルを最初にこうスパッと言われたけど、はい、メンタルをロジックで説明しちゃいけないのねうん、もっと曖昧なものなのにだから岡田さんは、うん、関西の方で功利主義者じゃないですか、うんまあ、商人じゃないですか、うんはい、だからそれって得でっか儲かりまっかアホちゃいまっかそんな悩んでるのアホやアホやというふうに言うとメンタルがすごく安定するじゃないですか功利主義は主義じゃないですよ功利教ですよ、はい、功利教でいらっしゃいましたね教功利教信者ですか、まあ、だからキリスト教は神を信じていれば心が平穏なのと同じように功利教は功利的なことを信じていると心がものすごくフラットになるからああよかったよかった南無阿弥陀南無阿弥陀というふうにフラットが変わっていや逆な方もいるじゃないですか、うん、痩せ我慢美学って江戸っ子の人たちは やるじゃないですか考慮を捨てて美学で生きる痩せ我慢の人たちいるじゃないですかうん分かるねあれはあれで分かるんですよ痩せ我慢美学あそれも分かるんですあれは分かる痩せ我慢美学は、うん、そのなんだろうな
俺痩せ我慢とかああいうのって、うん、そう本能に対抗する方法だと思うんですね、うん、本能でなんか人間って言ったらこんなことしたいとか、うん、もう今食いたいとか女抱きたいとかというのを思うのを、うん、そういうのに対抗する手段というのがそう美学だと思う。食わねど高ようじ、うんうん、そうそうそう、だから あれはあれでね分かる分かる、あれも心をフラットにする方法だと思うんだけども、うんうん、自分嫌いっていうのが心をフラットに一見できるようで、うん、実はこの損失がでかすぎると、はい、だからその宗教としてのなるほど収益性が低いいやだ損ですね、自分が嫌だ山田さんの前に出ると自分が何かいつも言ってますねそれね、うん、いつもなんか僕と喋ってるとへこみますよね山田さんが。どういうことなんですかねそれね。うんとね、なんかね山田先生みたいなね、なんだろうな、青春くんになれないんですよ。俺青春くんなんだ。そうかもしれない。いいとして青春くん。そうなんだ、終わんないですよ中二病が。おくんなんか結構どの、この俺たちの関係とは関係なく、うんうん、岡田さん見てるから、うん、逆に客観的に見れると思ってちょっと聞いてみたかったんですよ、その前に。だから君がだから岡田さんのイメージ、僕の。え、僕が物心ついた時にはもう岡田さんはいたんですよ。いたんです。あの、はい、前のね、はい、もう有名人として、はい、いて、はい、で、なんかあのタク八郎さんと、うん、なんか岡田さんっていうのはなんかそのオタク界のなんかそのいたねっていうなんかとりあえずそのイメージ で、うんうん、で僕はオタクじゃなかったんで、うんうん、あの岡田さんの薫陶を受けてはないんですけどはいはい、はい、なんとなくあの、うん、まあ、すげえ外からのイメージで言うと、はい、あの真面目で、うん、人に心を開かない、うん、本当のところは開かない、本当の心なんて誰にもないもんね。そこは分からない、なんとなくイメージ外から見たイメージでは。後で俺言うけど二人で仏教入ろうかって今日誘いに来たんだ。あ、それはまた後で。ざっくりと それぐらいですね、うん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 、面白い人だなみたいな。なんかでもそれよく言われます、なんか誰にも心開かないっていう、うんうん、なん開く心なんかないのに、俺の心は明石家様のように裏表なく表しかないから裏がない薄っぺらな感じが